町田にいます。朝の散歩、バスがいます。向こうが小田急ですね。現在中町です。ここにもバスが2台います。早くから空いてます、蕎麦屋さん。踏切です。まもなく通ります。新宿と書いてあったように見えました。踏切渡ろうかな。小田急の駅、小田急沿い。空気がひんやり、手が冷たくなります。聖火専門学校、また電車が来そうです。朝から人が多いですね。これはアートです。カラフルですね。あ、反対取り損ねた。ここを右、また通ってます。あれは神社かな、持岡神社。おはようございます。つわぶき弁財天様。こっちが表参道なんですね。持岡神社と読むみたいです。これは水道設備、水道局には桜が似合います。東に向かってると思います。あんなとこに信号機。左に曲がりました。行き止まりと書いてあるけども、公園かと思ったけど違うみたい。今は原町田町、町田第二小学校でした。戻って、さっきの道を進んでます。ここで左折、国際版画美術館がある方です。なんか雰囲気いいですね。さっきの学校、そしてこっちは公園でした。駐車場があるんだ。鳥が鳴きます。町の公園巡り。なんで下に明かりがあるんだろう。下ってますよ。右に階段があります。何があるんだろう。木の橋もあるから遊歩道。建物あります。上を見てみたいから、まだ葉っぱが残ってます。何があるかな。あ、丸い大玉がありました。
広島のと穴が違います。三角点でもあるのかな。公園内の生き物を取ってはいけませんと書いてあります。町田市の管理。猫でもいるんでしょうか。この辺のピークだと思います。子供が蝶々を取るのを禁止しているんでしょうかね。最近蝶々が減りました。綺麗な道。降りてみます。公園続きます。町田駅の案内。小さな橋。頑丈な建物。正面は向こうみたいです。葉っぱが残ってます。駐車場がありました。美術館入り口あっちだって。これが美術館でした。ツツジがきれいに管理されてます。ここに看板。6時35分現在。小型にちょっと南寄りに来ましたね。明るい方が東。小笠原2丁目北東に向きました。まだたくさん咲いてます。バスが来ました。まっすぐはなんかトンネルかな。太陽が見えました。冬は疲れて眩しいです。すき家があります。現在地、川沿いに行こうかな。今日の朝はカップうどんの予定です。レギュラー161円だって。小笠坂5丁目バスが後ろから来ました。ここが川沿いみたいですね。バスは鳴瀬駅に来ました。高瀬橋、恩田川、鳥がいっぱい。川沿いは木があっていいですね。これが水路。つるすめそばがあります。咲いてますよ。花水木の実。水量はそんなにないですね今の時。柵に恩田川と書いてあります。お、こうやって歩いたら恩田川と読めるんだ。あれは走ってる人。これは自転車かな。緩やかな流れ。三道寺橋にいます。三道寺橋を映してます。
西成瀬に向かってます。今は古ヶ坂4丁目車は多摩ナンバー。あっちの山に公園があるのかな。自然公園の案内があった。やはりでこっちで会ってました。本当にこっちから行けるの？なんかおかしいです。案内札の場所が悪いんじゃないかな。このまま上がれということでしょう。車で行けるのかな。町田市立山道になります。さっきの鉄塔、7時1分です。門があります。16時半まで、8時半から入れます。7時から開けてくれると思ったんですがね。町田の町、鳥がいます。鳩でした。こっちは何町かな。西成瀬でした。左かな。カシの木生えてないからな。右の歩道に行きたい。渡れました。飛行機が飛んでます。左がカシの木山でしょう。柵で入りません。木がいっぱい何か秘密があるんかもしれませんね。天皇陵だったりして。カシノキ山、これでカシノキ山を見たことにします。朝の登りは疲れます。こっちにも入り口あるんでしょうかね。ありますよ。標高76メートルだって。ここらも自然林ですね。恩田川に下ります。児童公園、バッテリー交換します。この辺は鳥が多い。バスです。日本大学だって。公園は町田市立になってましたね。歩道が狭くなりました。町田にも縄文人が住んでいた。遺跡公園にあるんだって。小学校入り口バス停通過。電車が通ってます。信号に引っかかった。狭い歩道、線路の下はくぐります。狭いですね。田舎だったら車が少ないのにね。ここは町だ。天神社です。菅原の道だね。こう関東信者の人いるんですね。南大谷の天神社、道だね。こうは来たことあるんでしょうか。歴史を感じてます。勇ましいです。こっちはマリ。
カム掃除。天神社本殿。17世紀前半からだって。狛犬様。鳥がよく鳴きます。稲荷神社から奥へ。ここも何かあったんでしょうか。良い雰囲気。一軒車流れ作り。さあ降ります。本当に歩道が危ないですね。クラクションを鳴らす車はいません。バス停あります。やっと歩道ができた。恩田川沿いを歩いたらよかったんですね。書いてくれていたらよかったのに。桜橋からあそこに交番。7時42分。結構川に草木が生えてます。魚はいるのかな。流れを感じます。セータ川立ち草。今日はスピード出てません。玉川学園のそばです。影ができました。恩田川自転車歩行者。ここまでにします。コスモスが咲いてます。そばに大谷2号橋。反対の団地を通りましょうか。団地を抜けられるかな。保育園かな。児童公園です。こっちから入れます。こっちに人通りがあります。くじら山湧き水公園。こっち上がったらいいかな。左に曲がりました。こっちから行けそうな感じ。中町三丁目。公園です。パンダが待ってるな。人も多いし、町田駅の方に向かってます。中町交番前。町田の町歩き、これで終わります。やっぱし都会は分かりにくいですね。ここも中町。